今日はたらこスパゲティでございます。はい、こんな感じで、まあ、ちょっと多めかな。大葉たっぷりです。5枚使いました。はい。そして味付けは白だし、マヨ、昆布茶、だし醤油ぐらいかな。それぐらいでございます。はい、というわけで美味しいんで食べたいと思います。パ線がついてるパテモス協会でございます。というわけで、ちょっとまたマイクちょっと微妙やな、このアングルがな、むずいな。というわけで今日はパスタを食いたいと思います。というわけでパスタで久々にたらこスパゲティを食べたいと思います。というわけでいただきます。はい、大葉たっぷりがいいですね。あのお好みで私はオリーブオイルを入れるんですけど、私の場合はバターの風味あんまそこまで好きじゃないんで、あの好きな人はバターとか入れてください。うん、うまい。あのえのき最高ですよ。えのき入れてください。茹で上がる 2,3 分前でいいですわ。うまいね。スパゲティ界1位やわ、俺の中ではね。あのたらこスプレッドでやったりもするんですけど、あっちの方がタイプの人はバターでやった方がいいと思いますよ、オリーブオイルでね。私はあのこっちの方が好き。えのきがね、ええ仕事しますね。うまいな。本当はね、明太子の方がいいんですけどね。明太子スパゲティの方は。もう明太子じゃない。今、たらこがあるから、たらこにしてますけど。お手軽でいいよね。フライパンとか使わんでいいもん。麺茹でるだけやしね。ボウルは使わなあかんけどね。混ぜるように。まあ、それがめんどくさかったら上からかけ、まあでもどっちの混ぜなあかんか、ボウルはな。混ぜなあかん、どっちの混ぜなあかん。ほんとね、えのきをたらこスパゲティにえのきを入れていただきたい。他のきな粉じゃない、他のきのこはね、まあ、しめじとかでもいいかもしれんけど、俺はたらこスパゲティとか明太子スパゲティはえのきが合うと思うんですよ。ダイエットしてる人がパスタ減らしてえのき入れてもいいと思うよ。多少えのきの量増やしてもいいと思う。なくなっちゃうじゃないか。結構多かったかなと思ったけど、そうでもなかったな。私のね、動画のコメントにタイムを入れてくれる人ですよ。自分用って書いてそれ俺が食べてる瞬間のところに入れてくれてるのかな、ちょっと確認してないけど、食べる瞬間あんま喋らん方がいいかもしれない、その人のためにやったら。
このこの辺からねギューって飲み込むのにね押し込んでる感じやばいな。そのうちこれ押し込めへんような年齢になってくるやろからな、どっかでおちょぼ口で食べなあかん時代来んやろな。食べるのは一瞬、作るのは今回は8分ぐらいやったかな、うん、パスタ茹でてる間に準備できますんでね、うん、これね実はね一緒のやり方であのたらことか、まあ、割に高いもんあるじゃないですか、高いじゃないですか部としては。まあ今回一腹もあんま使ってないけど、まあ、高いなと思う人はねシーチキンの油抜いたやつでもいいですよ、一緒のやり方で。うん、それも美味しい。お茶あるわ。学生さんとかでねちょっと食費ケチる人はたらこをシーチキンに変えてやってみてください。というわけでこの状況で切れそうやな、こう北斗の拳がバカー悪いよねこれな、ここで。というわけでもうすぐ顔が真ん中で真っ二つになるかもしれないパテモス協会でございました。ごちそうさまでした。おいしゅうございました。